王ハンガリー王ヤギエウオケのポーランド王カジミエシュ4世と王妃エルジュビエタの長男、ブワディスワフとして生まれる。ヤン1世、アレクサンデル、ジグムント1世の3代のポーランド王はいずれも弟である。母を通じて神聖ローマ皇帝、ボヘミア王、ハンガリー王を兼ねたジギスムント及びその後継者、アルブレヒト2世の血を引いていたこともあり。 1471年のボヘミア王イジーの死後にボヘミア王に選ばれた。しかし内部ではフス派とカトリックの対立に苦しみ外部ではハンガリー王マーチャー主一世の信仰にさらされ1479年のオロモーツの和訳でマーチャー主一世にシレジア、モラビア、ラウジッツの領有とボヘミア王位を認めブラジスラフはボヘミアしか保てなくなった。一方 1485年に、クトナー・アホラ・デフス派とカトリックの和解が成立、共存が認められた。同年には、プラハ城の再建に着手、大広間であるブラジスラフ・ホールが、ベネディクト・レジェによって建設された。1490年、マーチャー主一世が、このないまま死去したことで、ハンガリーの王にも選ばれたが、ウラースロー二世は即位後に、ブダに移動、ボヘミアへ戻らなかったため、 ボヘミアは、貴族の下等体制へ移行した。ウラースロー2世は1514年に、貴族のベルベーツィ・シュトバーンに、法典編纂を命じた。ベルベーツが作成した、三部法書は、最終的には、ウラースロー2世の承認を得られなかったものの、ハンガリー監修法の集大成として、裁判の場において用いられ、一部は19世紀まで適用された。 晩年の1515 15年に新生ローマ皇帝、マクシミリアン一世や弟のポーランドを、ジグムント一世と会議を開いた。この会議は紛争の解決が目的だったが、同時にウランスロー二世の息子ライオシュが、マクシミリアン一世の孫娘マリアと結婚し、マリアの兄フェルディナントが、ライオシュの姉アンナと結婚するという縁組も取り決められた。 翌1516年にウラースロー2世は60歳で亡くなり、息子ラヨシュ2世がボーヘミアとハンガリーの王位を継承したが、1526年のモハーチの戦いで、ラヨシュ2世が戦死すると、義兄のフェルディナントが両国の王位を継承、ハプスブルク帝国の成立につながった。ウラースロー二世は三度結婚した。バルバラ・ブランデンブルク選定校、アルブレヒト・アヒレスの娘。 ベアトリックス戦王マーチャー主一世の未亡人、ナポリオフェルディナンド一世の次女、アンナフォワ家のケンダル・ハクガストン二世の娘、三番目のヒアンナとの間に一男一女を設けた。アンナ退後にボヘミアとハンガリーの王位を継承し、新生ローマ皇帝にもなるハプスブルク家のフェルディナントと結婚した。ラヨシュ二世イボヘミア王及びハンガリー王、ありがとうございます。